拍手ありがとうございます,あすごいもう、ま、満員の大きい会場拍手ありがとうございますはいじゃあえっとちょっと今日1時間ぐらい話させてもらいますえっとタイトルは出世を目指そうもといマネージングアップしようということでええー、話していきたいと思いますで自己紹介さっきいただいたのであんまりあれなんですが一応なんか今日僕自分の話とかさせてもらうので一直経歴もう一回解くと最初 SIR に入ってその後サイバーエージェント ID の えー、LINE にいて、で、今、に至るという感じになってます。で、役職、役職種としては、プロダクトマネージャーとか、プロジェクトマネージャーとか、エンジニアとか、エネルマネージャーとか、アジャイルコーチとか、人事とかをやっておりました。で、なんか役職的にも、なんかフェロー、LINE でフェローとか、深夜マネージャーとか、栽培人とで開発責任者とか、なんかそういうことをやらせてもらっておりました。 はい。で、あ、大事なことなんですけど、えっ、ー、と赤字で書いたんですけど、えっ、ー、と生まれと育ちがあの大阪府大阪市なので、あのこれが理由で読んでいただけたと聞いております。はい。あ、笑うところです。はい。<laughs> で、あ、さっきはい、あの経歴からもう隠しているのかというふうに言われたんですけども、めちゃめちゃ営業とかで使ってるやつをそのまま持ってきちゃったので。 PM メインで書いてあるやつをちょっとやったんですが、めちゃめちゃあのコミュニティにお世話になりましたし、今でもなってます。あの過去おっしゃってくださった RST とか、エンタープライズアジアル勉強会とか、そういうところにもやってましたし、登壇もあのたくさんさせていただきました。はい、あとあ、右下に大体なんか全部青いなと思って、あって思ったんですけど、スクランバーライスのサーティフィケーションとかも取っていたりします。はい でえっと、今日のテーマなんですけど、えっと、会社上司に評価されて出世していこうというテーマになります。これを見たとき、みんなどんな顔をするんだろうというのは不安で不安で仕方なかったんですけども、えっと、もしくはあの上司や経営者に能動的に共感し、良い信頼関係を築くことで、プロダクトやチームの成果を最大化しようという,ふうなタイトルになっています。でまあ、なんでこのテーマにしたかなんですけど、えっと、まあ登壇以来いただいてからいろいろ考えたんですよね。それこそアキさんにすごく相談に乗ってもらったりして。ただやっぱ あのこういうスクラムのこのスクラムフェスってやっぱ実践してきたことを話す場まあそうじゃないケースも全然あっていいと思うんですけどなのでやっぱり自分が一番なんか関心持ってやってきたところの話をしようと思ってそれを考えると今あの話したようなところなのかなというふうに思ってますでまあ一応出世っていうのはまあ半分冗談みたいなところはあって当然ですけどなんかこう私利私欲を動機として出世狙うと まあ普通のまともな会社であれば結構な確率で逆に失敗すると思うのであの、まあ、そういうところもあの踏まえていただければと思います。で、まあ、前のスライドの低さからお察しの通りあり結構ここに立つのはすごく緊張しておりますのであの素晴らしい実践者の方がいっぱいいる中でやってるのでぜひ温かく見守っていただければと思いいいままますすすああありりりがががとととうううごごござざざいます。 はい、で今日の僕の今日の目標なんですけど、えっと、N 年後に、えっと、横光さんのあの話聞いて、めちゃめちゃ出世しましたって言ってもらうことが目標になっておりますので、お願いします。でもしあの出世できなかった場合は、カンファレンス参加費を返金する予定なので、はい、あのご安心ください。はい、一応、ちゃんとあの皆さん、文章はちゃんと細かいところまで読むようにしてくださいね。はい <laughs> はい、50年後、僕90歳なんで大丈夫だと思います。 と、はい、ということで N1 の話ですし主観もバリバリだし生存サバイアスだし再現性ある形にまとめられてないし全然整理できてないんですけど、まあ、結構このテーマで皆さんと話したいなっていう思いもめちゃめちゃあるのであのぜひ話させてくださいというのとまた今の結構プロダクトコーチングと名乗ってやってるんですけどこのテーマで結構意識的に話すこと多くて、まあ、そこですごくいろんなあの成果も見えてきたりもしているのであのこのテーマを選んでおります。 で今日話すのはえっ、ー、と僕の過去も話しさせてもらいつつ、まあ、あのタイトルにもあったマネージングアップって何かとかマネージングアップを阻むもの特に僕の実体験として阻まれてきたものっていうのを話してあとは何ができるかみたいな話をしようと思ってますでここからちょっとしばらく僕の自分語りが続きますのであの 最初に興味を失ってしまうともうしばらく興味持てなくなってしまうので皆さん能動的にあの興味持っていただければと思います。はい、そ、え、う、ー、ですね、失敗、出性改善の歴史ということで、まあ、便宜上ちょっと正確性を丸めております。えー、と全然ですねあのここ スライドは残りそうなので、こうやって濁してるんですけど、まあ、サイバーエージェントにいると、きもあも見てきてくださってる方、昔の同僚とかいそうだなと思ってるんですが、えっと、その頃はあは PM とか PJM とか EM をやってたんですけども、まあ、結構今、やっぱり振り返ると、こう組織図上の上の人たちですね、特に役員の方とかあのに過剰な線引きしてたなというのがすごく今だと思います。えっと、結構上の人たちっていうのは好き勝手にめんどくさいこと言うだけで、まあ、できれば関変りたくないなとか。 ま偉い人たちってこうプロダクト開発の現場チームのこと何も分かってないなみたいなことをすごく思っていて思ってました。で、えっと、あとはまあ自分自身がこう社内のマネジメントラインとしてこうより上位になっていくってことに対しても結構抵抗感を持っていて、まあ、なんか偉くなっても面倒なことばっかりだし偉くなりたくないなみたいなことをすごく思ってました。 でやっぱり今、まあ、今過去振り返るとまあどれもこう視野の狭さによるこう独善まあなんか強い言葉自分な自分向けなんで使ってますけどあとまあ結構逃避を合理化していただけだなというふうに思ってますえっとまあやっぱ現場に近い自分の持つ考えの方が正しいとかあとはその の役職に行くっていうのもやっぱり自分の得意ではない土俵にこう上がっていくことになるので、まあ、そこでこう無能さをさらけたりしたりとか、まあ、それによって惨めさを感じるっていうことをすごく恐れていたんだなというのを今思っていますで、えっと、その会社の在籍時には、まあ、ありがたいことに本当にあの高い評価いただいたんですけど、まあ、おそらくその会社に続けたとしてもその気持ちのままですね、えっといっても評価はそこだまりだったろうと思ってますと。 でまあ、結構上から頂い,いてた機会とかから、まあ、ある種逃げ出すような感じで転職をしたなとも今振り返るとちょっと思ってます。でもちろんあの今のは自分の評価の話なんですけど、まあ、もっと最悪なケースでいくとこう残っていることで、まあ、さっき言った私のこう独断とか逃避でこう自分がリードするプロダクトとかチームの成果っていうのを制限してた恐れもあるなと思ってます。 まあ結構、その役員とかとうまく保管し合って、プロダクトの成果をより大きくできる機会だったはずなんですけども、それをうまく生かしてなかったなというふうに思ってますね。はいまあ、もちろん、いい判断される会社だったんで、そうなる前に僕が見限られていただろうとも思いますが。でその後私あ私私、LINE という会社に入るんですけども、あの今はあの合併して。 あのライア風になってますね、えっとまあ、そこにアジャイルコーチとして入って、えっとまあ、数か月ぐらいしたときに、まあ、とあるすごく大規模なグローバル開発をしているプロダクトの支援に従事したんですね。そこであの、まあ、かなり大規模だったので、まあ、大規模アジャイルの提案をミドルマネージャー陣にしてであったんですけども、やっぱりまあそこっていいと思うんですけどねという話がいろいろとあの出てくるという感じになってしまって、まあ、大きな問題はやっぱりその、まあ、大規模だから余計ですけれども、まあ、だしかなり あの会社としても重要なプロジェクトだったので、えっと、やっぱ大きな組織力学とか、まあ、いろんな関係者の利害っていうのを正しく理解していなくて共感していない状態で、まあ、そういう理想を語ったところで本当に難しいなというのをこう痛感した経験でした。えっと、まあこれはシンプルルにアジャイコーチとして まあまだまだ駆け出しだったので、握手だったなというふうに思ってます。で、ここに関しては残念ながら何も起こせず、怒らず支援をフードアウトしました。逆に言うと、なんか変な手の入り方入れ方をしてしまって失敗する前でよかったな。とも今となっては思ってますね。で、その次の機会ではえっとそのさっきの機会っていうのを踏まえて、えっと。まず、あの担当役員とか事業部長の方からアプローチというのを始めました。で、えっとまあ。 さっっき言ったその前の職場でもやっぱりそういう役員とかに対する失敗体験というのを考えていたので、まあ、それはやっぱり乗り越えたいなという自分もあのいました。で、えっと、役員ですね、もちろんですけどそれ以外の全てのレイヤーにこう、まあ、能動的共感をするようにすごく努めて、まあ、率直に意見して、まあ、専門性も示してでそういうことであ,のありがたいことに信頼られて、まあ、社内で。 最大級規模の組織だったんですけども、そこでのアジャイルトランスフォーメーションというのを実現できたかなと思ってます。めちゃうたなんですけど、このときにあの川口さんにもご協力いただいて、あのジェフ・パットンさんに来ていただいて、プライベート研修をやったりもして、まあ、それぐらい結構力を入れてやっていたものでした。で、えー、なので、その前の会社では結構、さっき言った通り、過剰に線を引いてたこう役員という存在と改めてこう向き合う機会になったんですね。 で結構パーソック役員の方が、あのー、正直に心中を吐露してくれるという方だったので、まあ、そういう方と触れることで、まあ、そういうふうな役割を持つ人っていうのがこう持ってる重い責任だったりとか、まあ、板挟みのジレンマみたいなものをあのすごくあの感じる機会になったんですね。でまあもう一方でもう一方というか合わせて、えっと、やっぱり間違いなくこう組織で成果を出すっていう時にそういった人たちというのがまあ大きな。 成果のためのレバーになるんだなということをすごく感じた瞬間でした仕事でしたでまあその時にすごく僕が感じたのはやっぱりこういう人たちとちゃんと対峙して支援できるまあ必要があるなというふうに思いました でえっとでまあ、これはちょっと僕の特性でもあるんですけど、なかなか自分が経験してないことを語ったりっていうことは難しいなというふうに思っているので、まあ、そのためにはこう自分で同意の責任を体験したりとか、まあ、もっと近くにいる経験をしないといけないなというふうに思って、えっと、よし、もっと偉くなろうっていうあのことを思いにとどめました。なんか発想と表現が稚拙だなとめちゃめちゃ思うんですけども、はい、実際にこういうふうな言葉を使って言っていました。 でえっとまあ、それがやっぱりあの好きなものと書いてますけど、私の場合はアジャイルとかプロダクトマネジメントというものですけど、まあ、それがあの広めるための近道になるんだろうなというふうに思っています。た、まあ、多分一般的な絵の中でも、あ,のなんかあなたが偉くなるのが一番近道ですよみたいな言葉とかもあったりするんだと思うので、まあ、それをちょっと体現したいなというふうに思ってたというところですね。なので、なんであの上司に権限と役職くださいと言って、あどうぞ、どうぞということにはあのならないですよね、当たり前ですけど。 で私自身もあの、実は上司にこう直接、えー、と積極的に出世したいとか役職あげたいということはあの言いませんでした。まあ、あのでもす、すごい素晴らしい上司だったので、多分なん足場から感づいていた可能性はあるなと思いつつですし、もちろんそういうことがなくても、上司としては私が活躍できるようにあの支援を常にしてくれている方ではあったかなというふうに思います。 でえっと、なので成果が認められるということであの結果的にそうなるということを目指してましたただ余談なんですけどなんかあの私も知人とかの話を聞いているとあの明確に私は執行役員になりたいですみたいなことを宣言して、まあ、それでやっぱりお互いがすごく期待をしやすくなって、えっと、頻繁にこうフィードバックをし合って、えっと、結果的に本当にそれを実現するっていう方とかも身の回りにいたりするのでなんかそういうやり方もあのすごく素敵だなというふうに思ってます でえっと、あとはやっぱり大きか,大きかったというかあのこの中でと言いはしなかったんですけど役職を挙げたいみたいな話はしたかったんですがやっぱりチャンスが見えた時にはそれを僕にやらせてほしいというのはあの明確に伝えてました。で、まあ、なんかこう言うとなんか僕がちゃんと能的に動いた感じもあるんですけどあのシンプルに上司が渋ってる僕を背中を押してくれたりする瞬間もただあったなというところは事実としてはありますね。 でえっと、さっきあの大規模なアジャイルトランスフォーメーションって話しましたけど、まあ、この事例の中で、えっと、役員からアプローチしたって言ったんですが、まあ、それと私をつないでくれたのは当時の上司だった CTO の方だったんですね。で、えっとまあ、その,あの紹介してつないでいただく前に、まあ、幸いあの、彼女に認められる形で私が成果を出せていたっていうのは、まあ、それをつないでくれるきっかけになったんだろうというふうには思ってます。ちょっとあとでそういう話もできればと思います。 でえっとまあ、そのと、まあ、遠くなんか離れてない時期にあの、アジャイルリーダーシップ、認定アジャイルリーダーシップ研修ですかね、っていうのをえっと受けて、多分日本で最初にあの開催されたやつだったと思うんですけど、あのマイケル・サホタさんっていう人があの来た時に受けさせてもらって、でその時にすごくまあ本当にいい回だったんですが、まあ、今でも強く印象に残っているやつが、えっと、あなたのリーダーは何を求めてるんですかっていう問いと、 あとは、あなたが成功するためには、あなたの上司を成功させる必要がありますよということをあの言ってましたで。これがすごくずっと響いて、そのままずっと私の中にある言葉かなと思っています。これ、その時参加したい人とかいますかねこれ本当に言ってたのか、ちょっと怪しくなって自分の中で来てるんですけど <laughs>、はい、多分言ってたと思うんですよね。はい。ちょっとなんか記憶の捏造かもしれないですけども、あ、あすごい、今、ディスコードもちょっと見ようと試みてるんですけど、言ってた、多分言ってたってことですね。 結果、その会社で私が出席できたかというと、まあ、現場メンバーから、えっと、入社をして、えっとまあ、タスクフォースというものがあって、そこのリーダーというものから、まあ、マネージャーになり、シニアマネージャーになって、で最後はフェローという形で、えー、専門役員みたいな形まで行くことができました。でえっとまあ、なので、まあ、最終的にはその専門役員というものなので、 まあ、あの執行役員とか取締役といわゆるマネジメントといわれるようなものとは違うので、も、えー、ともと活動していたものとは違ったかもしれないんですけれども、とはいえ、執行役員同等でこう成果を期待させる役割として、まあ、いろんな役員の方と一緒に議論する場であったりとか、まあ、職務柄あの、そういう方たちと触れる機会というのは、すごくあの接しやすいポジションとなれたかなというふうに思っています。 やっぱりまあそうなったことで実際、えー、とやっぱり役員へのアプローチをレバーとするっていう仕事の仕方がこができるようになったりですねあとはやっぱり自分が信じる分野っていう仕事をまあ推進するということはやりやすくなったなというふうに思ってますで、まあ、やっぱりあの身近に、まあ、これは僕の特性かもしれませんけどやっぱり身近に触れて話すっていうことでその人たちがどういうところに関心持ってて、えー、とどういうふうなあのー 責務を持っていて、どういうことを目標にしているのかみたいなことが、すごく理解、想像しやすくなったなと思っています。まあ、これが能動的に共感していくあのことになって、あの力になってて、まあ、今、プロダクトコーチングとやっている中であのすごく大きな礎になっているなぁと思っていますあのこれ。逆に言うと、こういう機会がなかったら今の仕事を選んでなかったかなというふうに思いますね。で、改めてあの今日のテーマ、あの会社上司に評価されて出世していこうということなんですけど、えー もちろん出世が全てだとはあの一切思ってません、まあ。極端な話、ひょっとするとそれによってなんか得るものの話しましたけど失うものもあるかもしれないですよね。まあ、その過程においてあるかもしれないし、まあ、実際にじゃあ偉くなったからといって逆になんかその権限を意図せず乱用するような形になってしまったりとか、まあ、現場との距離ができてあのそういうふうに見られる存在になって、まあ、今までやりたかったことができなくなるみたいなリスクもはらむとも思うので思ってますと。ですしあの 私は得るものあったなと思ってるんですけどもみんなに当てはまるものではないかもしれませんしただその時間と労力を同じ時間と労力を別の方に割くともっと得られるものもあるかもしれないなと思いますし、まあ、僕みたいな方法ではなくてもっと効率的に良い手段で同じようなあのーたかも得られるたどり着き方もあるんじゃないかなというふうに思ってます、まあ、そうなんですけどやっぱりまあこれが一つの選択肢としてあるんじゃないかっていうのがあのよぎるだけでもあの今日この 機会をやってよかっっててかたなという,ふうに思っておりますで、あの、昨日ちょうど、あの、とあるコミュニティで出会った、違う、コミュニティで出会ったとある長年来の友人と話したんですね。実はこの会場にいらっしゃるんですけども、1人。えっと、まあ、き話する、類似することを話してて、あのまあ、その方もすごくいろんなことを熱に持ってやられてるんですけど、あのなんでこう、自分のコンフォートゾーンを抜けるようなアプローチに努め続けるようになったのかって聞いてみたら、 ま,あまず成し遂げたいことがあるっていうのはあるし、あとはまあそういうアプローチをやってみることで、まあ、いろんなことがうまくいくようになったっていうこともあるし、それあの最後に言っていたのが、まあ、何よりそれよりもあの結果的にそっちの方が自分にとって幸せの総量が大きかったんですよねというふうに言ってたんですね。すごく僕はそれはあの共感してですね、えーとまあ、もちろんそんな簡単に成功体験積めないっていうことはあると思うんですけど、まあ、私もそれが大きな動機だなというふうに思いました。なんで、まあ、さっき言った通り、この方法以外、 でも良いので、まあ、皆さんの幸せの総量があればそれでいいので、まあ、その選択肢の一つとして増えるといいなというふうに思ってます。で改めて言んですけど、出生は半分冗談です。レンがまあ、半分本気です。なので、えっとまあ、出世っていうものをこう検討の土台に上げると、まあ、より高成果を出すっていうことがあの必須になってくると思います。なんでそうなると、まあ、組織がそもそも求める成果って何なんだろう。 っていうこととだったりとかじゃあそれをこうそこにあるシステムですね組織力学っていうものがどういうものなんだろうとかあの多くの結成ヒアラルキーだと思うので上位のレイヤーっていうものがどう考えているのかってことに対して能動的な共感をあのまあ、せざるを得なくなるかなと思ってますも、まあ、ちろんんかすごく組織力学っぽい話しましたけど、まあ、当然ながらその中にプロダクトとか事業の成果みたいな話も当然出てくるような形になるかなと思ってますでそれっていうのはやっぱりこう結果的に出世しようがしまいが、まあ、どんな職種 あのやってい,れやったいたとしても、まあさ、いろんな仕事をやっていく上での過程になるかなというふうにあの思っております。はい、で、えーとまあ、ここでですねやっぱりこう出世いうても、上に行,く行けば行くほど大変そうやんっていうあの疑問が、ね、湧いてくると思うんですよね。な,なんででここで関西弁を入れたのか あの書いてる時の自分を責めたいんですけども <laughs>。はいで。なんかね、世の中には管理職は罰ゲームって言われることすらあるなと思ってて、まあ、これは本当に有識問題だなとは思ってます。はいまあ、きっとあの今、特にエンジェリングマネジメントとかのコミュニティとかもすごく発展しているので、そういう方たちが払拭していってくれるんじゃないかなと思ってます。ここで何か話したり結論はありません。うん、ただ、1つあるのは、まあ、それを実際ちょっと覗き見してみたりとか、あのなってみた上で判断してみるっていうのもあのよいんじゃ なないかなというふうに思ってます。で、まああの、ずっと出世の話なんですけども、まあ、ちょっとなんかあの出世って話にするとちょっとあれなので、あの書き書きで書いていた、えっと、上司や経営者、投資家に能動的業界、仕様や保険関係を続く見築くみたいな話にしていこうかなと思っています。で、えっと、ここで、まあ、タイトルにもあったあのマネージングアップっていう言葉をちょっと考えるんですが、これなんか聞いたことありますっていう。 この言葉聞いたことありますという方いますかあの僕、割と比較的最近も知らなかったのであ、はい、ああよかったです。あの皆さんが知らないことを一つでも言えると嬉しいですね。はい、ネジガップって言葉があって、これ何かっていうと、上司や上級管理職との効果的な関係を築き、自分の仕事やプロジェクトを成功させるために積極的に関与し、影響を与えることを指しますと、チャット GPT4 に聞きました。はい、多分完璧な答えなんじゃないかなと思ってます。なんでイメージ あのすると、<laughs> はい、あの部下と上司というのがえって、えーとまあ、右から左というのを下に書いてあるのが、えーと、いわゆる普通のよく想像するマネジメントかと思うんですが、まあ、左から右に対してもマネジメントというものがあるよという話かなと思っていますで。それをマネージングアップですね。まあ、上をあのマネージするということですね。という言葉になります。であのまあ、最近知ったとさっき言いましたけど、最近私もこのマネージングアップという。 まあやっぱラベルができるとそのことをこう考えやすくなるのであの脳内に置いているかなと思ってます。でなんかね、この私は一国の君主ですみたいな人以外は大体誰かあの上司を持ってるんじゃないかなと思います。何な,な,ならもう株式会社の社長っていってもそこにこの効果的な環境を築くべき株主とかがいたりもするのであの誰もがほとんどの人はあ,のあるのかなと思ってます。 でちょっと余談なんですけどあの、プロダクトマネージャーのこうスキル定義みたいなものって世の中に無数にあるんですけど、その中の一つにあの、これ僕が一番気に入っている定義なんですけど、その中にこう、イメージ的にマネージングアップというのを入れているような、こう12個選んだ中の一つに入れるようなあの人もいるぐらいあの,のものにもなっていたりしますね。 でえっと、マネージャーがどんな要素で構想されるのかっていうのをちょっと説明していくと、これ次のページにも続くんですけど、何個校ぐらいあるんですけど、えっと、理解と共感、コミュニケーション、プロアクティブなアプローチ、柔軟性と適応力、でつ先、次のページに行くと,、えっと、フィードバックの需要、信頼の構築、上司の目標の達成のサポートとかで書いてますね。ちょっと今、ページに戻りました。で、なんかちょっとだけ見ていくと、えっと、そうですね、上司の目標とか優先順位、スタイルを理解することが基本です。 えー、上司が何を求めているのか知り、その期待に応えるように努力することが重要ですみたいなことだったり、また定期的かつ明確なコミュニケーションを維持しますとか、上司が人とする情報を適時に提供し、進捗や問題点を適切に報告することが求められますとか、えー、上司のコミュニケーションのスタイルに適応し、その好みに合わせることが大切ですとか、えー、問題を予測し、事前に対策を講じることがよくありますとか、読、え、み、ー、上げるのも大変なんですけども、えー、そうですね、とか書いてあったりとかしますと。 でこれあの気づいたと思うんですけど、あの急に文法が変わったので <laughs>、えっと、これ、チャット GPT に聞きました。はい、であの、見出し部分は、ね、かなりあの賛同したんですけども、も詳細部分がもうめちゃめちゃマネージャーの空物みたいだなと思って、ですねあのこれとか、1番目のやつとか,なんか、2番目か,か,かこう、その好みに合わせることが大切ですみたいな、なんかこういう世界観で生き,て生きたくないなという感じがしますよね。 なんであので僕はすると、もっとあのこれはなんかちゃん、ね、チャット GPT さんが僕をまず探りに入れたんだと思うんですけどあのもっとある種、対等な相互補完とか相互マネジメントとか相互リーダーシップ関係だと思ってますと、ね、それをチャット GPT さんにぶつけると、えっと、あ詳細説明が傀儡のように感じられたということですのでとこう言ってくださってもっと自主性とリーダーシップを強調した形で要素を再構成しますと言ってください、ね、これ実はですねあのこれ傀儡みたいだねまで送ったんですよね。 そしたら僕の意図を組み取ってくれてこう自主性とリーダーシップみたいな言葉を入れてくれてあのなんて優秀なあの人なんだと思いました。はい、で、まあ、ここに書いてあることは、えっと、さっき見出し部分は一緒で、まあ、中身というのがさっき言っているものをもうちょっと対等な形で書き換えられていて、まあ、でとはいえあの何かすごくここに新しい表現が出てくるわけではないかなというふうに思いますね。はい あのそうですね、あのこれ、もうこれでいいじゃんってめちゃめちゃ思いました。あの僕考えることないな、まとめることを改めてないなと思って、あの僕の仕事がここでなくなったなと喜んでいたんですけど、えっと、なんでまあ改めてですけど、並べてみて特に目新しいことは多分ないんですよね。なんならこう、昔、ある種昔ながらの企業でこう社会人1年目とかに、 あの社会人たるもの、従業員たるもの、壊るべきだみたいに、むしろ教えられるようなことなのかもしれないなとも思っていますと、ただやっぱり誤解してほしくないのは、上司にこう媚びへつらったりとか、上司にただ気に入られるということをあの指しているものではないので、ここにいる皆さんは全然大丈夫だと思いますが、そこだけはなんかこう逆戻りしているわけではないですし、さっき私が言ったこう対等な関係性、保管関係の中で、どういうふうにそのこれを実現していくかということかなというふうに思ってます。 であと、そうですねちょっと油断であの共感って言葉が出てきたんですけど、まあシンパ、これなんか絶対僕より悔しい人がいるので、あの後で盛り投げられる気がしてるんですけど、まあ、シンパシーとエンパシーって違いがあって、まあ、どっちも共感って訳されることあるんですけど、ニュアンスは異なる,と異なるようで、えっと、シンパシーというのは、まあ、他人の苦難に対して、同情、悲しみ、哀れみを感じること,と。となので、まあ、過去訳は僕が補足してるんですけど、もう結構自然発生的に。 共共感感しししままたとかあ僕も経験があるのです,共感しますみたいなやつで,でエンパシーっていうのは、えっと、その他人の立場に立って物事を考えた上で共感するっていうことですね。なので僕も今日明確にちょっと能動的共感って言葉を使ってるんですけど、えっとまあ、自分はその人ではないし、えっと、その人の立場を経験したことはないかもしれないけれども、えっと、その人の立場に立って考えるっていうことがあのエンパシーというものですね。 でえっと、このいろいろ話してきて、えっと、マネージングアップするときによぎることがみんなあるのかもしれないなと思っていてですね、なんで自分より給料が高い上司がマネージャーとしての責任を果たした、うん、ちょっと文法がおかしかったですね、えっと、マネージャーとして責任を果たしただけなんじゃないのかとか、なんでこっちがそんな人のためにコストを払わないといけないのかみたいなことをあのめちゃめちゃあの思うんじゃないかなと思います。 あのめっちゃ分かりますねあの。僕もめちゃめちゃそう思っておりましたし、何なら今でも思うことがあります。でまあ、ただやっぱりその冒頭にあった、やっぱそういう気持ちに引きずられてこう自分とかプロダクトとかチームの成果を最大化する機会をあの失うというのはすごくもったいないなと思いますし、思いますね。ただまあ確かに逆に逆むしろ 上司によって成果が制限されるということはもあり得るのかもしれないなと思うんですけども、まあ、とはいえ、全てがそうではないとも思いますと、その会社の中で適切な権限を持っていたりするわけなので、あのそこが必要になったり、そこを活用するということはあの必ずあるんじゃないかなと思っています。ごく 最初に言った生存者バイアスだなと思っているのは僕の場合は明らかにこう敬意を表して力になりたくなる上司とか役員に、まあ、特に LINE の中であの数多く出会えたっていうのがあのこれができるようになった一つの理由だなというふうにも思ってます。で、えっとまあ、そういうふうな上司に出会えないケースもあるかもしれないし あの実は私もあの敬意を持ってない上司というのは極小数あ,のあったことがあるなと思ってますと、ただやっぱり今振り返ってみるとあの、結構こうやっぱ相手の置かれてる立場っていうのを理解しようとしていなくて、まあ、一方的にあの敬意を持っていなかっただなも、持っていなかっただけだなと思うケースがすごく多いですね。であとはあの別のケースでは、そういう人に対して自分からあの部下だったんですけどもあの率直的に率直ん、積極的に率直なフィードバックっていうのをあのしたりも。 あの途中からはししてましたあのすごいあの勇気がねいるんですけれども、まあ、その人はあの適切に受け止めてくれたのであのそういう成功体験によってあのこういうふうに思えるようになってるかなというふうに思います。でえー、っとそうですねであとなんかこれはなんか <laughs> あれなんですが、えーっとまあ、本当にその上司が自分よりその立場にふさわしくないと思うなら虎視眈々と下克上を試みるっていうのも良いんじゃないかなというふうに思います。まあ、それを試みる中で結構 まあでもやっぱ大体不可能な能力とか成果っていうのがやっぱその人が持っているからそのポジションにいるんだなっていうことに気づいたりとか、まあ、逆に自分がそこを取って変わるほどの信頼を実証できてないなっていうふうに気づくこともあるので、まあ、そういう学びもあの一つよいことだなというふうに思いますね。でそうってそういう学びがあればまあ逆にやるべきこと、まあ、その場にとどまって何をやるのか、まあ、逆に下克上引き続きやる上で何をやるのかみたいなことが明確になってくるかなというふうに思います。 でそうですね、まあ、でも、私も理解しているのは、そういった真っ当な状況とか理由じゃなくて、あのどうしても受け入れがたくて、成功体験を重ねづらい、組織的学とか事情っていうのがある場合もあるかもしれないので、まあ、その場合はあの無理せず、私に相談していただければと思います。 でちなみにこの辺のなんか感覚というのはなんか日本特有というわけじゃなくてあの海外でマネージングアップの記事を読んでいると安定できたりしますとあのマネージングアップというのは、まあまあ、そもそも避けるべきことというのを認識している人が多いということに気づいたと書いている人がいましたねあのなんかマネージングアップというのは自分の仕事に必要なプロセスというよりもマネージメントとか信頼コミュニケーションの機能不全であり、えー、それは最小限にとどめられるべきだというふうな意見が見られましたよというのを紹介しているようなサイトもありましたね はい、であのここから、あのー、その続きとしてこのマネージングアップしよ,うと思しようとするけれども思えない、できないということがあると思っていて、ちょっとあの半年ぐらい前の別のイベントであの似たような話をして、ちょっとそこの話をちょっと再構成してあの話します。ちょっとそれ読んだことがある人がいたらすみませんが、であのつまり私がこうマネージングアップっていうものに向き合うにあたって、阻害していたもの、まあ、中には今でもなっているものっていうのをあの紹介させてください。 で一つ目が、えっとこう防衛本能への無自覚迎合って書いていて、ですねこ,ここから自分で話すのもなんか辛い感じの話になりそうなんて今思ったんですけども、温 <laughs>、はい、かく見守っていただければと思います。えっと、まずはやっぱりこう他者への過剰な期待ですね、まあ、特に今回の検査とマネージャーですね。でそれはまあ一種の責任転換みたいなものだったりとか、あとはやっぱり愚痴とか妬みへの逃避に現れていたりとか、あのーまあのま 冒頭でも言った通り、まり、あ、そういった仕事っていうのはあの本質的ではない、不要なものだっていう形で自分を逆に合理化したりとか、あと、こう怒りっていうものをこう無制御だったりとか、無自覚だったりってことですねあ。これなんか、これも余談なんですけど、あのー、僕ってこう、明確に怒ったり、大きな声で怒ったりとかすることってないんですけど、でそれ昔は、僕怒らないんですよねって言ったんですよ。これ、昔やったポッドキャストの中でも言ってて、今聞いたらもうマジで恥ずかしくてですね。<laughs> 全然内面ででは怒ってるんですよねそれが表出するという習慣がなかっただけで、えー、と内面にはその怒りっていうものがあってそれにすごく無自覚だったっていうことがありますなんか皆さん聞いてる中にもあ自分って怒るってことないんだなと思っているからあ自分は怒りという感情はないんだなっていうわけじゃないっていうことは自覚的にあると良いかなというふうに思ってます。 でやっぱりもうこう信頼が得られずにこう影響力発揮できないときっていうのは当然ながらこう不満とか失望につながるんですよね。でそれがまあ愚痴とか妬みとか、まあ、環境とか情緒への責任転嫁だったりとか、まあ、自己合理化して課長に投票するということで、まあ、それでまあどんどんこのスパイラルに入っていくっていうことがめちゃめちゃありました。まあ、なのでまあ結構こう前提になるようなあの最低限の心持ちの土台に今思えばこう乗れてなかったんだなというふうなのをすごく反省してます。 でこれもあの全然詳しくないんですけど、なんか見つけたので貼っていて、あの詳しい方、ぜひ教えてくださいというところなんですけど、あの防,防衛本能のことを防衛規制というふうに呼ぶみたいですね、心理学においては。でそれに4つの段階があるよというのがあって、まあ、病理的な防衛、まあ、かなりあの本当に身体的な反応とかですね、とか、えっと、未熟な防衛、神経,神経症的防衛と,、えっと成熟した防衛という4段階に分けられるというせあの話があるらしくて。 えっとまあ、4番目というのは、かなりそれを防衛本能をうまく乗りこなしているという状態を指していて、まあ、3番というのは、僕はさっき本当に言ってたような置き換えしたりとか合理化したりみたいなネガティブな反応のことを言うみたいです。なので、この神経症的防衛とかでググると、ですねもうめちゃめちゃあの自分の昔じゃないか、これはというふうに思いやすいものがたくさん出てくるので、あのググるの注意という感じです。 で、えっとまあ類似してですけど、まあ、すごくあの誠実さに欠けていたなというふうにあの思っていて、まあその最低限の土台に乗れたとしても、まあ、それをこう実行に捨せてないっていうことがすごくありましたと。で、まあ、相手の経緯が欠如しているとか、まあ、聞く姿勢というものが不足していたりとか、まああの正論をこう突きつけてしまうとか、あとはあのフィードバックとかをこう切い入れる姿勢がないとか、まあ、間違いを正さないとか、あとはまあ小さい。うん 小さいようで重要なことですけど、まあ、期待とか約束を不履行にしてしまうとか、またさっきもできた、率直に伝えるということを回避したり、まああの、衝突ですね、チームでの衝突とかをこう過剰に回避してしまうみたいなことがあったり、あとはんか、社に構えて皮肉的に相手に臨んでしまったりとか、あとはやっぱりこう自分が中心にあるみたいな考え方で、えー、とそれを大事条件にしてしまうということがすごく。 あっったなと思ってますでこれあの、プロフェッショナルアドバイザーという本の中に出てくる、えっと、信頼の方程式というやつなんですね、えっとまあ。クレディビリティ×リライアビリティ×インティマシー×アっていうものを掛け算して最後にセルフオリエンテーションっていうもので割ったものが信頼ですよというふうになってますと。まあ、なんか、ね、あのこういう方程式。こう よくありますよ、ねでまあ、ちょっとクレディビリティとリアリビリティの違いみたいなのはあのすごく多分ネイティブじゃないと分かりにくいところだと思っていて正直僕もあの少し怪しいところあるんですけど後で詳しい人したらいたら教えてください。で、えっとまあ、今言ったような話っていうのはやっぱここの自己思考性セルフオリエンテーションっていうものがあの割り引いていたっていうことの例だと思っていて、えー、そうですねいくら他で 他をこう獲得していっても、この自己思考性自体が全体に対して何かを損ねてしまうということがあるなというふうに思ってます。で、じゃあなんで私はそうなってしまったのかなというふうに思うと、えっと、自分の中で4つあって、えっと、そうですね、こ,こんなに話をしていてだい、こんな話をしていて大丈夫なのかって急に今思ったんですけど、大丈夫ですか <laughs> 完全に自分の話してなって今話してて。 気づで1つ目は乾きですね。こうなんかそんな言葉使うんかいって感じですけどあの自分でこう正当と思える評価が得られなくて承認の不足の負のサイクルに入ってしまったりとかあとはあのこう人は変われないみたいな呪いが私の場合はすごくありました。昔からこういう考え方だったとか、まあ、今更こういう姿勢とかマインドを変えるっていうのはなん,かなんか恥ずかしいとかも含めてあったりとか。 体、まあ、っと体力っていうのを表現しますけど、まあ、体力が不在、まあ、つまりこう、まあ、大義とか変だりすることもあると思いますけど、まあ、そういったものがあまりないので、えー、と小さいことに目がいってしまうということだったり、あとはそもそもさっきの怒りの話とかもそうですけど、まあ、自己理解が低いということで、えーとまあ、訂正のしようがないみたいなことがあったなと思っていて、まあ、こういうものが相互作用して、負の,のスパイラルを、まあ、いわゆるこじらせているみたいなことがあの起きていたなというふうに思っています。 で、そのちょっと詳細あ査すると、えっとまあ、この人が変われないっていうノロイカの解放っていうのは、私の中ではかなり大きくてですね、えっと、やっぱ昔からこういう考え方だったとか、今更振る舞い変えられないっていうのは、まあ、ただの思考とか行動の癖かもしれないなというふうに思ってます。えっと、これをなんかすごく意識したのを一つ、あのここで引用している記事で、あのこれ、あの、 原始仏教とかの話とおっきりなんですけどあの、まあ、自然現象のようなものである感情や気持ちを私そのものだと思い込んでそれと同一化し苦しみを増やしてしまうとなんか本心というものを一つに定めてそれに執着するという自体はそれ以外の気持ちを十分に感じ取らず無視してしまうという私たちの態度に伴って生じているという風に言ってなんでなんかこう私そのものとか本心みたいなですね本音とかって言われるものに僕はすごく引きずられる。 呪いのように引きずられたことがあったんですけど、あのそんなものないんだなということを考えると、あの急にこれが崩れていったなといういい意味で崩れていったなと思っています。なので、あのやっぱり自分がこうどう変わりたいかとか、どうありたいかみたいなあのことは大事だなと自分で思ってて、まあ、そういうふうに終わりたい自分でいられなかったなということが毎日続くような中で繰り返していくんだなというふうに思っています。ディスコートで体欲と消欲を。 説明貼っててくれてありがとうございますこれが仏教用語であることをひた隠しにしたんですけども、バ、は、ラ、い、してくれてありがとうございます。はいで,えっと、で、変わるきっかけですよね、まあ、そうは言っても変わるきっかけっていうのがやっぱ必要であの、急なキャラ編ってめちゃめちゃ難しいですよね。あの今までどうしてもやっていたい、周りの人の絵とを見ていると。 で、まあ、でもやっぱり一番キャラ変しやすいのは環境が変わったときだと思いますと。で、私が一つ良い条件下だったなと思うのは、やっぱり話した前半で話したキャリアの大半というのは社内コンサルだったので、あの比較的短期で環境が変わっていったんですね。なので、失敗、反省を次に生かしやすかったというのがあります。で、えっと、であとは私の場合、そのキャラ変が怖いって何なのっていうと、やっぱ周りの目だったんですよね。で、周りの目って実際、周りの目じゃなくて、どっちかっていうと、それをこう見られるんじゃないかっていう、こう自分の中にある。 まあなんか悪魔って書いててあの急にキリスト教みたいになってますけどあの書いたなと思っていてでその時にすごく役立ったのがあの尊敬して信頼するメンターと約束するっていうことだったんですね。あのはい、あのやっぱ尊敬するあの人とあの人にこう自分の弱みとかも話して改善したいって言ったのでやっぱそこには誠実でいたいなっていう私はすごく思えたのであのそういったことから乗り越えられる一つだったなというふうに思ってます。 であと、乾、まあ、きっていう話は、そうですね、こうなるべく努めて緩和するようにしていて、まあ、やっぱりそもそも私はめちゃめちゃよくやっていると、で皆さんもきっとそうだと思いますっていうのをすごく頑張って思うようにします。あのよくね、このナで多分月並みだと思うんですけど、まあ、やれていることに目を向けると、これはもう本当に今でもめちゃめちゃ苦手で、やれてないことばっかり目につくんですけども。 自分の妄想を自覚して翻弄されるように努めるとか、まあ、あとギバーという思考、まあ、これも全然できないと思うんですけど、実践したりとか、あとは信頼する人とかメンターとか、まあ、プロのコーチみたいなものをつけるとか、あとは自分に必要なネガティブな情報から距離を取ったりとか、あと深呼吸、瞑想とか、あと長く寝るですね、とか、適度な運動、さっき箱本さんも言ってましたね、運動の話してましたと。これはあの実はあの全く運動してないのであの、ここだけ嘘をついております。はい <laughs> ただです、ね、あの睡眠についてですねこれ僕、初めてこの資料でデータが出てきたんですけども、えっと、2016年から2024年のトラ毎晩、あの睡眠の長さをトラッキングして、ですねこの急速な6時間睡眠から8時間睡眠への推移、そして近年の低下傾向というのを見て取れるかなと思います。あの子供が生まれましたはいであの,ですね、あの筋肉が、箱本さんが多分筋肉はすべてを解決するって言いたかったんだろうなと思ってたんですけど、僕はあの睡眠がすべてを解決するという派閥におりますので。 ままたディベートしましょう、うんはい、継続的な自理解も、まあ、これも珍しいものではなくて、まあ、いろんな説明とツールとかを使ったりとかあとはやっぱ内政というものですねこれはもう皆さんの方がプロかなと思うんですけども、えっと、とかあの自己認知ですね、うん、自己認知はそうですねあのミーティングの録画とかあのポッドキャストをやって自分の声聞話してることを聞くみたいなものはかなり強力なのでいろんな人におすすめできるかなというふうに思ってます で、そうですねで体力っていうところは、大義っていうところは、あのーまあ、やっぱりこれを実現するためなら他は些細だなって思えるっていうのが本当に強くて、そういう人って皆さんの周りにもいるんじゃないかなと思うんですけど、すごく強力ですよね。でも僕にはあんまりこれがやっぱりなくてですね、なので、まあ、これはあのー、さっきメンタルの約束みたいなものもそうですけど、まあ、今はこれを信じようとか、これを頑張ろうみたいなものをあの仮で、設定して進んでいって、あのー、体力大義。 の反対ととしてはななのかそうですね、これはあのそういうのを見つける、でも見つけ続けるっていうことは大事だなと思っていて、一、まあ、つ最近やって面白かったのが、あのこのハーバードビジネスレビューに出てきてやたやつなんですけど、まあ、本当に物心、えー、と善悪や好き嫌いについて世間的な分別を教える前に持ってたものは何だったのかみたいなところまでさかのぼって考えるとか、まあ、そういうことをやることで少しずつ見えてくるものもあるかなというふうに思いました。 日常を撮ってたカセットテープがあって、たまたまそれが聞いたら自分のなんか気づきになったりしましたね。面白かったです、すごく。はい、アウザ、逆おっしゃったで。あとはその誠実さみたいな話しましたけど、まあ、これもやっぱり精神論の話ではなくて、テクニックで、あのラディカルキャンダーご存知の方もいると思うんですけども、徹底的な率直さというものですね。あの ラディカルキャンダーとかで Google 画像を検索すると分かりやすい図が出てくると思うんですけど相手のことをえっと配慮しながらも直接的にえっとダイレクトにこうチャレンジしていくみたいな考え方ですねこれあの余談ですけどあの僕が LINE に行った時の上司だった CTO の人にあの教えてもらった考え方でしたあの横見さんラディカルキャンダーですよっていうやつをあのよく言われてましたねあとアンガーマンジングとかアクティブリスニングとかがとですねバイアスとかま皆さんと詳しい方たくさんいるかなと思います そうですねあとはまあ自分に誠実で、まあ、誠実であるためにまず自分で誠実にいないといけなくて、まあ、さっきメンターとの約束みたいなのもそうですけど、まあ、自分に程よい課題を設定して約束を果たすみたいなことを積み重ねていくということをなるべくやっています。はい。で、そうですね、なんかマネージングアップの話だったんですけど、うん、あのなんか、何の話だっけて、多分皆さんもなってるんじゃないかなと思ってます。はい。で、具体的にじゃあ、マネージングアップ。あの そうですね、何ができるのっていうとこなんですけど、多分ワッ a t とか How は本とか記事を読むとか、さっきじゃないですけど、あのチャット GPT に聞けばもう分かるので、多分僕が話さなくてもいいんだろうな、そういう世の中にどうんどんなっていくんだろうなと思ってます。うん、まあ一応なんか紹介しておくと、あのハーバードビジネスレビューがあのマジックアップというテーマの、これ、なかなか日本語訳ないんですけど、あの本、電子書籍を出されていたりとか、あとは、えっと、ララ・ホーガンさんというプロダクト 領域にいる方がマネージアップについて、あの書かれていたりとか、あのしてますね。多分、あご、ご書いてある内容っていうのも、そんなさっきチャット G. P. T. さんが言ってたのと、そんなかないのかなと思ってます。はい、なんで繰り返したんですけど、やっぱ内容としては、社会人初期に会社から教え込まれてもおかしくないようなものも多いし。今新しいことない気もするので、ここまで話してきたような、それをやっぱりやる動機を見つけられるかとか。その実行を阻む内面と向き合えるかっていうのが重要なのかなというふうに、あの思ってます。 はいでえっと、でさっき紹介したこのやつですね、今自己指向性で割り引くよみたいな話をこう取り上げたんですけど、まあ、せっかくなんでこので、信憑性、信頼性、クレディビリティ、リライビリティの話をちょっとすると、まあ、簡単に言うとこうスキルを実証して、良い行動を振る舞いをして、成果を出すということかなといううに思っていますで。これもなんか過去のものを引っ張ってきて申し訳ないんですけど、2021年に RACT であの金と政治というのをパネルがあの毎年、今もやってらっしゃるんですかね、カービスさんがよくあのやってらっしゃいます。その中に1回呼んでいただいて、 あの僕は当時、その LINE の中でアジャイルコーチングのチームを設立、提案して、まあ、いいね、ぜひやってみてって言われたので、たち上げて、まあ、その時にどういうふうに初期信頼を得ていったかみたいな話をしたんですね。まあ、つまり、まだ信頼を構築できない状態からどういうふうに信頼を構築して、組織を拡大していったのかみたいな話を話しました。で当時はちょっと、なんか自分の中に生々しい話したなという感じがあったんで、資料公開したかったんですけども、あのここでもう一回話してみようかなと思います。 ちょっと特殊な環境なので、皆さんが今置かれている状況に当てはめてもらえるかどうかは定かではないんですが、はい、だと思います。で、何やったかっていうと、あのやっぱりまずは、あの、時きる課題っていうのを把握する、で、それに対するインパクトの共通認識を持つっていうことが重要かなと思ってます。なんか、それっぽい図、に軸で表してますけど、これ何かっていうと、まあ、発言効果、効果の発言が早いっていうのが、この横軸で、縦っていうのは解決時のインパクトが高いっていうやつですね。 でこの丸の大きさっていうのは、それを解決してインパクトを出すために必要な、まあ、労力みたいなものを指して、イメージで指しています。で、やっぱりここの、ここの、そのプロットされるようなものが、ちゃんと冗長と同期できているかどうかっていうことがまず大事で、えっとまあ普段情長が何を見聞きしてて、何をミッションにしてて、課題意識がどこにあって、何が解決できたらインパクトっていうふうに思うのかどうかっていうことをちゃんと同期するってことですね。でこのに式がずれてると、やっぱりそもそも当然ですけど、辛くて。 で逆に上司がこれをクリアに持っているわけでもないということも非常に多いので、えっとまあ、その会話の中からあの自分がこういうものを提案して、えっと、見せていくということがあの大事かなというふうに思います。 でえっと、やっぱり何やかんや重要なのが自分たちの能力というのをちゃんと示すということがやっぱり大事だと思うのであの最初はやっぱりそれを早く見せられるということはすごくあの効果があるんじゃないかなと思っていてなのでこの図でいくと右側の方ですね私の場合はあの重要な新規プロジェクトの立ち上げの支援だったりとかあとはまあちょっと炎上しちゃってるプロジェクトを立ち,上立,ち直立ち直らせるみたいなところだったんですけども まあこういうものに取り組むっていうのは一ついかなと思っていて、逆に当然ですけど、右下にあるようなあのインパクトがないのに、労力もかかるみたいなことをあの取り組まないということが大事だなと思ってます。とはいえ、やっぱり長期の課題にも同時に取り掛かっておく、マルチベッティングとか言いますけど、やっぱり長期的なインパクトのためにやるべきこと、私の場合はコミュニティ形成とか、文化を体現するような模範のチームを実現するとかですね、こういうところはあの近い将来を見越して取り組んでおくんですけど、 あのまあ、初期は少しさっき言ったような仕事を優先して相対的に少なめに置いていたりしました。で、まあ、信頼の増加に伴ってここへの投資量を増やすということですね。まあ、つまりあの、ポートフォリオマネジメントなのかなというふうには思ってます。で、えっとまあ、やっぱ前提としてはその、そこの課題を解ける能力を持っておくということが当然ですけど必要で、これもあの解決ができるかどうかみたいな話で自分たちの能力に依存するので、まあ、やっぱりここを小さいと見なせるものっていうのをいかに 作り上げるかそれは日々の、えっと、スキルの獲得でもありますし、まあ、会社によっては積極的に採用するということかもしれないですけども、まあ、そういうところが重要だなと思っていて、であともう一つは、ア、まあ、ジャイルの中で失敗しましょうという話は出てくるんですけれども、もちろんあのマイクロな失敗はたくさんあるんですけれども、えっと、最終的にそれが成功であるとこう見なせるということはやっぱり大事なので、えっと、さっきの解決能力の話と。 セットにになりますけどもここで確実に成功させるってことが大事かなと思ってます、まあ、成功とはっていう、ね、話とかもありますがちょっと今日は避けていきますかであとはまあこ,ういうこれはあのこれ僕が一番嫌だったもともと嫌だったやつなんですけどなんかレポーティングみたいなやつです、ね、もうめちゃめちゃ何の意味があんねんっていうね思ってあもう全員うなずいてますね、はい、っていう感じだと思うんですけどやっぱこれは何非常に大事かなと思っていてあのもちろん,なんか、ね、最重要な もものにななるわけけでではないですけれどもその中でさっき言ったその左上と右にある丸のところでいくと、まあ、右っていうのはあの、まあ、これなんかずるい感じもしますけどやっぱりしっかりとそれをアピールするということが大切なのでしっかりとレポーティングしていくということとあと左上のところはこれもなんか変な話しちゃうんですけどあの時間かかるものなので 隠せ、えっと、とは言わないんですけども、なんか積極的に進捗を報告するみたいなことはやらずに、いわゆるダマでやるとか言ったりしますけど、黙ってやっておくということを僕はアプローチとってました。なんかこう見せすぎちゃうと、なんか相手も変に期待して、成果出なくなってくることが我慢できなくなって、ちょっと口出しちゃうとか、なっちゃうだろうなと思って、えっと、隠しておくみたいなことをしてました。で、やっぱりここは大きいものなので、成果が出たらしっかりとアピールするといことが大事で、僕のエピソードを話すと、 あのこの成功した事例をですね会社の技術カンファレンスの中で話して、それを CTO が見に来て、ヨみミさん、なんかやってたんですねっていうのを <laughs>、そこでバレるっていうことをあのやったりしてました。まとめると、まあ、やっぱ能力を持っていくということと、解ける課題とインパクトの共通認識を持つということと、えっと、能力を示せる課題を探すということと、まあ、長期の課題にもちゃんと同時に取り掛かっておくということと、確実に成功させるということと、 適切にレポーティンクするっていうことがあの重要かなというう思います。で、えっ、ー、とそうですね。いよいよ最後の方ですけどもまあ、さっきのところでもう一つの要素ですね。あの、インティマシー親密さという話が出てくるんですけど。 まあ、もう繰り返すんですけど、やっぱ上司に媚びへつらってこう上司に気に入られるっていう話ではないです。でもやっぱりこう人は自分のことを気にかけてくれる人っていうのを信頼するので、あのそれを意識するのが良いことかなと思っています。それに関連してなんですけど、私がこんだけこうマネージングアップをしている理由としては、一つあるのは、えっと、結構やっぱりマネージングアップしてもらったなというふうに思ってるんですね。でめちゃめちゃ具体の話すると、 LINE の頃にこう私、お仕事解体ワークショップっていう,こう権限以上を促すワークショップをこう作ってですね、社内いろいろ展開したんですね、すごく好評だったんですけど、で、その時にあにそれを、それこそまた社外に記事で出して、時にその記事をまあもちろん一緒にやってたんですけど、の中の部下の人が読んでくれて、横光さんも大変そうなんで、それ、横光さん向けにやりましょうよっていうことを提案してくれて、言ったんですね。で、正直その時っていうのは僕は、すごくマネジメント範囲をちょっと拡大した直後で、めちゃめちゃ 心身ともにこう来てたので、あのめちゃめちゃ嬉しかったし、こうやってくれて実際に救われたという経験がありますで。それ以外にも、もちろんこれは一例なんですけども、あのいろんなマネージャーをポッしてもらったなというふうに思っています、まあ。インティマシーと関わると思いますね。でえっと でそういうふうにこうマネージングアップをうまくやってくれた人っていうのは振り返ってみるとやっぱりこう前職とか前の現場でマネージャーとかリーダーの経験がある人だったなと思っていて、まあ、当然あの経験がなくても能動的共感っていうのはできるんですけどやっぱ実経験があるとあのすごくそこにあのまあバイアスに気をつける必要もありますがっ共感を示しやすいのかなと思ってますで、まあ、結構冒頭の方に僕がそのあのとはいってもこう機会があれば一度ぐらいやってみてはとかやろうとしてみてはいいんじゃないって言ったのは結構こういうところにもあったりします いいいいいいいよいよあなんかちょうどいい感じの時間ですすね、はい、ななかなかお付き合ただありますで最後に、えっと、ミニマムステップなんですけど、えっと、バンジージグアップの要素として、やっぱりプロアクティブなアプローチというのがあのチャット GPT も言ってたんですけど、まあ、それは本当にそうだなと思うんですが、やっぱり統合的な提案ベースのアプローチというのはベストだと思うんですけど、まあ、シンプルに何ができるか尋ねてみて、対話を始めてみるということがあのできるんじゃないかなと思っています。 まあちょっと、まあ、自分の経験も振り返るとあるかもしれないのは、まあ、そんなことを聞くのもはばかれるほど、こう自分が今ある期待を満たせな,か満たせてないな、まあ、こんな上の話したら、お前はまずやるべきことをやれと言われるだけだなということもあるかもしれないので、まあ、そういう時にはまあそれ自体の話を自分からちゃんと持ち出すということが、マネジカップの一つかな、ミニマムステップなのかなというふうに思っています。で、これ、すごい好きなエピなんですけど、えーと、とある本当に一般の記事ですね。 えっと、読むと、タクシー乗り場に到着した頃にはヘトヘトでした。私は一人で車椅子からタクシーへ移動することができますが、介護者がいるときに比べるとやっぱり大変ですとあ。車椅子ユーザーの方の体験なんですね。で、この日もいつも通り一人でタクシーへ乗り込もうとしたところ、少し遠くからわざわざ駆け寄ってくれる人がいましたと。えっと、これ、ちょっとセリフ読むの緊張しますね。な何かお手伝いしましょうか。言うても僕、何したらええかわからないので教えてください。というね。 大阪弁のホッとするイントネーションに顔を上げると、なんと笑い芸人の小籔豊和さんでしたと。と豊う,うでしたっけはってましたっけカズか、カズさんでした。で私は驚いて、ありがとうございます。いつも一人で乗ってるので大丈夫そうですと答えると、小籔さんは何かあったら何でも言うてくださいと言って、私が無事に乗り込むまでにこにこと笑って身をってくれましたという,なんかこう、ね、すごくいい話があって、僕はあのあの小籔すごい好きなんですよね。あのなんでこれを読んだ時すごい良かったんですけど。っていうのとあと今日 スクラム大阪だからめちゃめちゃちちゃゃょうどいいやんと思って持ってて持でまあ,あの上でさっきね言ったここパートもすごい素敵なんですけどこの下のね大丈夫そうですって言われても何かあったら何か言ってねって言って、まあ、乗り込むまでニコニコと笑って見守ってくれましたと、まあ、大体こういう時ってね大丈夫って言われるとなんかちょっと声かけなきゃよかったなとか思っちゃったりとかあの恥ずかしい気持ちになったりするんですけどそうでもないというところがすごいいエ,エピソードだなと思いました。 というところで今のエピソードがまさかの締めのエピソードだったんですけども、えっとまあ、今日話したのはあの僕の過去の話させていただいたのと、マネージングアップとはというのと、マネージングアップの幅もどうとか何ができるかという話をしました。で、使、え、い、っと、たいことをっていくと、このマネージングアップという言葉だけでもあの覚えて帰っていただければなと思うのと、えっと、明日ですね、明日は土曜日ですね、はい、何かお手伝いしましょうか言うても僕何したらいいか分からないので教えてくださいと言ってみてほしいなと思っているのと、まあ、大丈夫って答えられても、 また何かあったら何でも言ってくださいと言って、えー、とまたしばらくしてからアプローチしてみてほしいなというふうに思います。であとは、そうですね、元に言ったりまり、まあ、僕も今日感じられたとおり、なんかすごく体系的にまとめているわけではないので、あの皆さんにとっての社内での出世とかマネージングアップというものについていろいろ聞かせてほしいなと思うので、ぜひ会期中、声かけてください。甲府エンジンのプロポーザルのカテゴリーに、僕今回選ぶのめちゃめちゃ迷ったんですね。あの期待されていたのはプロダクトオーナーシップってやつだったんですけど、全くプロダクトオーナーシップじゃないので、 あの泣く泣く、えっと、変化みたいなやつにしたんですけどあの正しい出世っていうのがあればよかったのになと思いながらあの見てましたはいであとは今なんかこう現場目線みたいな現場というか上司がいる人みたいな目線で話して、まあ、全員そうなんですけど、えっと、逆に自分が上司っていう人もねたくさんここの中にもいらっしゃると思うんですけど、まあ、本当にやっぱりまずはマネージメングトワークめちゃめちゃ大変だと思うのでお疲れ様ですって感じなんですけど、えっとまあ、今日はねここに来てらっしゃる方はあんまりいないと思うんですけど、まあ、今日マネージングアップの話したんですけど 当然ながらマネージャーマネージングアップしてもらうことにかまけてマネージメントをおろそかにしているわけでは全くないので、えっと、引き続き全力でこうエンパワーメントするということをよろしいなと思います。というのとあとはやっぱ敬意を持ちたくなる支えたくなるマネージングアップしたくなる人っていうことを目指して僕もですねいきたいなと思ってます。はい。ということでプロダクトコーチと名乗っておきながらプロダクトマシップのカテゴリーの話を全くしませんでした。ただ明日の朝パネルやる予定なのでぜひ来てください。で なんかまだあの書いて感じですけど、あのエンパワードっていう僕も好きな本があるんですが、この中でですね、あのー、私が最も重要に感じているポイントのかなり多くが1兆ドルコーチに書かれているのを見るうちに、自分で思っていたよりはるかに多くの部分をビル・キャンベルに追っていたんだと誘ったこうしたポイントがビル・キャンベルからコーチングを受けた人たちに受け継がれ、それがまたコーチングを通じて私に受け継がれたのが明らかになったのだと。とはいえ、この事実を知ればきっとシリコンバレーのコーチは喜んでくれるだろうという、あのマーティー・ケーガンという,もう常にいつも毒舌で。 言ってる人がなんか謙虚にこういうことを書いてるのを結構僕の中ではあの好きなフレーズで、でまあ、本当にこういうふうにいろんなことが受け継がれてるなと思うので、私もあの私に与えてくれた人たちとその連なりにこういうコミュニティですね、感謝しておりますという感じと、ア、は、キ、い、さんもあのいろいろと整ってくれてありがとうございます。ありがとうございました はい、ありがとうございます。じゃあ、せっかくなんで、質問コーナーちょっと残ってもらって、質問受けちゃおうかな。はい、質問ある人。じゃあ、質問ない人。勇気 <laughs> <laughs> よ,よかったよ。自信持ってあげて、パウリさんがさっきあげ <laughs> 手あげてた。オンラインでもいいよ。でもあ,あ、質問ある人。はい、はい、じゃあ、前に出てきてください。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。 そっちにカメラ向けまますはい,はいいどううぞあ,ありがとうございましたあの先ほどあのまで仕事してたんですけどもずっとオンラインで参加させていただきながら今来ましたすごくいい話だと思ってたあ,ありがとうございますあのマネジメントアップってなんかやっぱ初めて聞いていいあの考え方というか概念だなと思ったんですけども何ですかね 上司の方と自分のなんかスペシャリティがなんが違う場合にあのど,どのようになんかこうしていけばいいのかなというところが、まあ、素朴になんか自分自身の身に置いたときに思ったんですけれども何かアイディアとかあれば聞きたいですあ,ありがとうございます。なんか聞いてて思ったのは実はそっちの方がやりやすいかもしれないなとちょっと思いましたね。たぶん上司にとってもあのお名前なんでしたっけえーとトレビーと申します。 トレ,トレビさんです、ねはい、のことを多分自分が持ってないものを持っているし自分の責務を果たすために必要なっていうのをより強く思っているはずなのでうん、うん、逆にやっぱ自分のなんか言い方悪いんですけど上司が部下のことを自分の介護官だと思ってるみたいなこと結構悲惨であ<ー>あのそういう時の方が大変かなと思うんですけどなのでおそらくその自分の強みっていうものが えっと認識してもらえてるのかを確認するであったりとか、うん、それがどこにその人の目標上司の方が目標を達成する上で必要になるのかみたいなことを話されると会話されるとすごくうまくいくのかなというのを聞いてて想像しました。ありがとうございます。はい。なんかすごく自信がつきました。はい。ありがとうございます。めちゃくちゃ緊張してたんですけど。けど <laughs> はい。はい。僕のです,あす <laughs>。ありがとうございます。ありがとうございます。 せっかくなのでもう一つぐらい質問あれば、どうぞあ。はい、手上がでは、前の方、どうぞ。はい、マイク、こちらにございます。すみません、本日はありがとうございます。えっと。ちょええー、横道さんは、このマネジメングアップは、なんか、おい。年齢どれぐらいの時に、意識されたのかなと思って。僕自身も、今、こう、下の、あの、上司もいるし。 メンバーの方も一緒にいて今になってすごくこの重要性が分かってきたと思いますただ自分が22だとか23の時はなんか逆にこう反骨精神じゃないですけどはい、はい、上司を追い抜いたりとかこうどうしてもなかなか縁が合わなくて反りが合わない上司に対してこう見返してやるっていう気持ちの強い時があったと思いますうん、うん、で小西さんがその をいくつぐらいの時にその大事にしたのか、うん、そのきっかけがあったのかをぜひ教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃあの理解できますね。えっと質問に直接答えると、えっとそのさっき言った前の前の会社の失敗みたいなやつは33とかなのでですと、でその後から今って感じですね。で、えっとただやっぱ自分で痛感するのは遅すぎねって思うんですよね。<laughs> っていうのと。 あとやっぱり私今もプロダクトコーチングしている中でそういうマネージングアップ的なことをまあ全然20代の方とかと話したときにあのやっぱりよりそれを早く得得してえっと成果を出される方っていうのはやっぱり見て,見ているのであのもっと早くできることだと思いますでおっしゃったとり反骨精神みたいなものっていうのもすごく原動力になるんですけどあの決してそれはなんか相反しないものであのその反骨精神を発揮するために上司をうまく使うみたいな あのまあ、単純に、ね、こう人としてなんかぶつかり合うみたいなやつはあんまり得しないことも多いのでその反骨精神というのはおそらく自分の足で、ね、僕,僕が持っていないといった大使みたいなもの大義みたいなものがあると,と思うのでだからそういうところとうまく切り分けてあの得できればもっと早く大きな成果が出せるんじゃないかなと思ってはいありがとうございますオンラインの方から何かご質問ありますかね なんか愛甲さんどうぞいいですか？あ、ありがとうございます。あ、横道さん話ありがとうございました。本当にすごく良かったです。で、あの質問させていただきたいのは、あの今日、大きなテーマでのマネージングアップというのがあったと思うんですけど、この横道さんがマネージングアップしていこうって変化していった。大きなきっかけあまあ、今日お話しされていた流れ。 はあの伝わってきたんですけど、その大きなきっかけ、なんだったかっていうのが1点と、あとその変化していく際に、ぶつかった壁というのがあれば、教えていただきたいなと思ってます。あの結構、スラック、スラックでディスコード見てると、みんな、よし、マネージャーアップやっていくぞっていう話をしているので、まあ、ぶつかった壁とかの話だやると、みんなの役に立つと思ったので、ぜひ教えてください、はいいはありがとうございます、えっと、きっかけに関しては、何かすごく大きなきっかけっていうのはないですね。 あのすごく小さななもののがが積み重なっていいるという感じが自分の中ではありますで,でもやっぱりまあこれは多分人にもよると思うんですけども私はやっぱりうまくやれなかったみたいな経験をすごく残念に自分で思ったりするのでそれが、あのー、たくさん失敗するので、えっと、それが積み重なって徐々に徐々に、あのー、そういうアプローチをしていったって感じで,すなので今日お話した内容すごくあの、ま、その寄せ集めているので。 一度にこれを思ったみたいに思うかもしれないですけどもあの多分6年とかかけて徐々に徐々にやっていったことっていうのを今日ちょっとギュッと一,一気に紹介したものかなというふうに思っていただければと思います。なので逆に言うとなんかそういうふうな,徐々,な徐々にやっていくということでもいいのかな,なんか大きなきっかけがあって変わるっていうものばかりを期待しなくてもやっていけるのかなと思ってますけどと壁のところはうんとそうですねなんか んとめちゃめちゃこんな話しときながら傲慢な考えになっていてなんか結,、うん、結局そこで細かくアジャストして最終的に成功に持っていくことにこだわっていたのでなんかすごく壁にポンとぶつかったという感覚は正直ないです。でそれはでも僕がすごいというよりはさっき言った特性その細かく次の新しい環境にまた行きやすいとってできたので。 これが、ずっと長くプロダクトチームにいるとかっていう環境だったら、あのまた違った壁があるんだろうなと思うので、そういうところはなんか逆にちょっと皆さんに聞いてみて、うんうん、そこに対してどうできるのかみたいな話したいなと、今聞いてて思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあなんかその、いきなりホームラン打たなきゃいけないとかっていうことでもなくて、積み重ねでいけるから、なんかその、今すぐにでも、それこそ明日からでも僕ら始められるって話だって改めて理解しました。ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。では、あご質問がもう一人、はい、どうぞどうぞ。じゃあ、マイクをここにありますので。真ん <laughs> 中で喋る、ね、あ、ジェンです。いつもありがとうございます。えっと、能動的共感についてなんですけど、 共感っていうのは、まあ、感情、まあ、情動のところから、まあ、来るじゃないですか。で、その上司に対しての能動的共感をする時の、まあ、ティップスとか <laughs> コツとか、<laughs> はい、特にその、まあ、感情的に、何て言うんだろうか、その共感できない人とかね、なんか思考では分かってても、なんか感情的にちょっともうこの人とは相いれないだとか。 まあ人によっては生理的になんかちょっともう難しいみたいな人もいらっしゃると思うんですよね。でそういった時にまあどういうふうにまあ,あのご経験の範囲とかでも全然大丈夫なのであのなんかそういうコツだったりとかあれば教えてください,、はい。ありがとうございます。めちゃめちゃありますよねわかります。でこれ僕自身がその自分が渦中にいる中ですごくやったというよりは今そういう支援をしている時にやってて一定の効果を感じていることなんですけど。あの ご存知の方いるかもしれないですけどあの、共感マップっていうフレームワークがあるんですねあの。顧客理解とかユーザー理解のために使うプロダクトマネジメント、よく使われるツールなんですけど、あれってちょっと検索してもらって出てくると思うんですけど、その人が何を見ているのか、何を言っているのかみたいな、すごくファクトを並べる。で、そこに、もちろん何,、えっと、何を感じているのかとか、そういう感情的なものも出てくるんですけど、あのそういうものを使って、その人の、まあ、なんかね、 それれを裏でやららると思ったらちょっと気持ちち悪いいのかもしれないですけどちょっとそれを冷静に並べてみることで少し冷静に見ることがあのできているなというふうに思いますね。とはいえなんかそれが万能とは言うつもりはなくてどうしても乗り越えられない感情的な,あのなですか、ね、共感できないということはあの正直残るとは思ってますね。その時にはちょっといろんな選択肢を考えないといけないかなと思ったりすることはあります。 はい、では、この辺で、なんか、めっちゃ声、ひっくり返っちゃった。はい、えー、貴重講演ありがとうございました。小西さんに、皆さん、拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございまーす。